私はこの世界では秋篠姫香と呼ばれている。真実の名は姫香聖ヘブンズレイ。そして私の前世の名はバーニングプリンプリンセス。前世においてバーニングファイティングファイターである鬼道瑛太と強い絆で結ばれていた。ぶつかられ役ね。やっぱ俺が。まあいいけど、いいのか。あ、頑張る。ちょっと待て。秋篠。いや、昔みたいに姫って呼んでほしい。じゃあ姫、なんでお前がバーニングファイティングファイターのこと知ってるんだよ。前世において私とあなたは命果てるまで共にワイバーンと戦うことを誓った。盾はしない。いや、だから信じて。エータは誰よりも勇敢な戦士。灰色の世界を切り裂くことができる人。もしエータがそう信じてくれるなら、きっと私も勇気を出せると思う。何顔を近づけちゃってるのよ。さあ、どういうことでしょうか。落ち着け二人とも。あんた誰なの。私はエータの元カノ。元カノ。ダメ、姫のエータを傷つけないで。だって言ってお願い。ここは姫とエータのせっかく見つけたい場所だもん。会長やチワワと一緒に部活するんだもん。だからもう出てて。姫、エータギュッとして。私の水着も選んで。ちょっと待て、おかしいぞ。なんだこのわがままピーチは。姫のだろ。こんな大きかったか。いや待て、落ち着け。ギュッとしろじゃなくて落ち着け。エイタ、この二人は何。私は A 君の幼馴染春崎千和よ。私は A 太君の彼女夏川マスズです。いや、エイタは姫のだもん。エイタにギュッとしてもらうのは姫だけなんだから。エイタ、ギュッとしたら水着見えないからどっちかにしろ。じゃあギュッとして。ここにいる意味がねえだろ。水着を見せてくれ。チワワ、マスターを怒らないであげて。きっと私たちをモテまくりへと導いてくれる。あなた、なかなか見どころがありそうね、秋篠さん。姫と呼んでほしい。どう、おかしくない。あ、すごく似合ってるよ。本当。嘘なんかつかねえよ。じゃあこれ買ってくる。待って、俺が出てからにしと。エータは浮き輪持っていく。かわいいな。お、メガネ持っていく。お、3位はパッツンコ。君の場合はチワワと逆でもっと距離を縮めた方がいいな。気持ちばかり先行させないで、ちゃんと普通に会話して親しくなることに重きを置いた方がいい。ああ、ゴーグルか。あった方がいいな。清掃トライデント持っていく。持ってこい。ヒニング持ってきてね。持ってかねえよ。大好き。エータ、エータの一番になりたい。でも捨てられるくらいなら2番でもいい。大好き。もし3番以下になってもたまに笑顔を見せてくれたら嬉しい。大好き。姫。おお、すごい。なかなかのものじゃない。姫、どうだ。その設定すっごく素敵だと思う。今お前設定って言わなかったか。その悲しきレジェンド素敵。言い直すな。エータ、村人 A なんてすごい。おい、今まで私ギュッとしてもらうだけだった。
もしエータが私を大嫌いになっても、私の大好きはずっとエータ。エータ、大好き。大嫌いになんかなるわけないだろ。嬉しい。だけど村人 A なら私が守ることができる。つまりギュッとできる A だ。待て、お前が好きなのはバーニングファイティングファイターだろ。それはこれから悩むよって